こだわり女子のための異次元空間マガジンヌーマンをご覧の皆様、こんにちは。声優の菊池武でございます。はい、こうやって自己紹介をさせていただける機会をいただけたということで、頑張って自分のことを紹介したいと思います。そうですね、定番というとあれですけれども、好きな食べ物は味でございます。そしてお酒が好きなので居酒屋行った時とかはよくこう日本酒と一緒に飲ませて食べさせていただいてるんですけれども、焼いてるよりかは生の方が好きでございます。なめろうとかお寿司とかあとは趣味くんの趣味の話かな。趣味の話だと、卓球を得意とさせてもらってまして、最近ちょっと趣味が増えてジャグリングとかもやるんですけれども、結構ゲームセンターにもちょこちょこ行くことがありまして、UFO キャッチャー、これが好きなんですけれども、こうコツコツとこうちょっとずつ動かして動かして動かして取るっていう、これのって達成感がすごい気持ちいいんでございます。気持ちいいんでございますってなんだ。ただ最近こうやっぱぬいぐるみとかよく取るんですけどどんどん部屋が圧迫されちゃって、もう飾りたいものいっぱいあるのに段ボールに詰めて奥にしまっちゃってる状態なんですけど、そのぐらいこうなんだろう、UFO キャッチャー好きで、それとつながるというと、ちょっと違うのかな、トランプタワーも結構やるんですけれども、こうコツコツやっていくのが結構僕としては好きなのかなっていうところでございます、こう声優というか役者としてもやっぱ地道に頑張っていって、結果が取れるように今後とも頑張っていっていきますので今まで応援してくれた方も、今これ見てちょっと興味持ってくれた方もぜひぜひ頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。お姉さん、今日もお疲れ様なんて、姉ちゃんはいつも頑張りすぎっから、俺は心配なの。ほら、眉間にシワ寄ってる。はい、笑って笑って。明日休みでしょ。たまには一緒にゆっくり休もう。はい、というわけで沼落ちしましたですか。しましたですか。していただけましたでしょうか。元気な弟系っていうことでございますけれども、こんな感じで元気いっぱいなキャラクターから僕自身としてもいろんなキャラクターやっていきたいなって思ってますので、今後も声優として役者として、いろんなことに挑戦しながら頑張っていきたいと思っております。結構現場の後とか反省が多いんですけれども、ネガティブ翌日持ち越さないっていうのを座右の銘として頑張っていますので、これからも応援のほどよろしくお願いいたします。以上、菊池武でした。バイバーイ。